コリント人への第一の手紙第15章。兄弟たちよ、私が以前あなた方に伝えた福音、あなた方が受け入れ、それによって立ってきたあの福音を思い起こしてもらいたい。もしあなた方がいたずらに信じないで、私の述べ伝えた通りの言葉を固く守っておれば、この福音によって救われるのである。私が最も大事なこととしてあなた方に伝えたのは、私自身も受けたことであった。すなわち、キリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、そして葬られたこと、聖書に書いてある通り、3日目によみがえったこと、ケパに現れ、次に12人に現れ、